堂々と写真撮ってる。変態。うん、いつもの気分転換。またダメだったから。そう？落ち込んでないように見える？うん、そうかもしれない。変態さんも悩んでるんだって分かってちょっと安心したのかも。ん？ひらめいたって何を？新体操を教える仕事か。考えたこともあるけど私じゃ無理。人に教えるなんてどうやったらいいか全然わからない。踊ってる時楽しそうだった。その楽しさを教える、それが一番大切で必要なこと。それなら私でもできるのかな。その、変態さんってどうして私にここまでしてくれるの？面白いから？もう！ちょっと待ってて。シャワー浴びてくる。なんでって夜だから。何してるの？あ！なんでこんなの見てるの？レオタードが好きなんて、やっぱり変態。なんだかお兄さんに見られるのは恥ずかしい。え、お兄さんって呼ぶの変？変態さんの方がいいなら、そうするけど。遅くまでごめん。え？あ、うん。私もお兄さんといると結構楽しい。うん、またね。おやすみ。